EC-120 コリブリユーロコプター EC-120 コリブリはユーロコプター社が開発した軽多目的ヘリコプター e c 1 2 0という機種番号は民間向けの2トンクラスの単発機であることを意味する公式愛称はスペイン語で八ドリを意味するコリブリループする EC-120B1970 年代に開発されたユーロコプターエキュレイユの後継機種として 設計は1992年より開始された。ライフサイクルコストの低減に重点が置かれており、エンジンは単発配置とされたほか、ローターブレードをはじめとして、機体各所に複合材料が多用されている。ローターヘッドは、ベアリングレスで、ブレードは、スフェリフレックス構造を採用した三枚式で、騒音低減のため、先端は曲線に加工されている。テールローターには、 フェネストロンが採用された。膠着装置は固定式スキットを採用した。また、本機の開発は国際共同によって行われており、ユーロコプター車のほか中国のハルビン引き製造工師、中高技出口有限、任工時、シンガポールのシンガポールエアロスペース社が参加した。製造は1998年1月より開始され、1号機は、 日本の野崎産業に引き渡された。現在では製造はユーロコプター社のマリニアンヌ工場と中国のハルビン引き製造工司によって分担されており、前社で生産されたものを EC120、後社で生産されたものを HC120 と称する。ユーロコプターのエアバスヘリコプターズへの解消へ伴い、現在は名称が H120 と解消されている。 維持費の面で有利であるため個人が所有するプライベート機のほか、練習機や空撮用などの事業用としても利用されている。コストを考慮した機体ではあるが、ローターヘッドのベアリングレスによりループなどの極技飛行が可能である。スペイン空軍では練習機として導入した機体により、飛行教官による極技飛行隊パトルーやアスパを結成している。 パリ航空省に展示されるヒッペ AE4402015 年11月6日には、V 型8気筒4.6リットル直噴ターボディーゼル、ヒッペ AE440 を搭載した H120 の飛行に成功した。ヨーロピアンクリーンスカイイニシアティブの一環として開発された。これにより、チュルボメカアリウスを搭載した同景気よりも燃料の消費が50%以上低減され、 航続距離が2倍近くになり、高温高地での運用性が向上するとされる。また免許取得の比較的容易な陸上単発ピストン機の免許で操縦できるが、燃料は航空用ガソリンより安価なジェット燃料が使用できるなど、経費削減が可能となる。出展、ユーロカープター、シビルヘリコプター EC120、ヘリコプターマニュファクチャラーユーロカープター、カレクタースティックス。 2011年7月23日閲覧、初言性能、ありがとうございます。